へえ。クラッシュを知らなくて生まれて初めてやったのがジャージーデビルなら OK だ。これはね、レースゲーと思いきや違うんですよ。チェイス HQ ってゲームあるじゃないあれです、怪異です。あれの未来版であり、一応タイトルはレイトレーサーというんだけど、まあレイ、タイトルのタイトルでレイといえばあれですわ、あのシリーズです、多分まあいいよね、変なムービー。え、あ、チェイス、あ、タイムアタックがレースなのかな。うわ、誰か、誰か、誰だ、なんか4人が下手にキャラ多いな。これはオートマでいいっしょ、乗ってる人みんな違うんだ。マクテルさんいらっしゃい。武装暴走集団ブラックカイザーがレインシティに出現、街を荒らしながらハイウェイを、ナンシーがちょっと、これは私たちトレーサーチームへの挑戦と見せる。そう、ナンシーが主犯格の車を撃墜してトレーサーチーム出動。あ、いい声優使ってるわ、イルカ先生。続編じゃなくて対等のレア、おお、すげえスピード感あるけど、なんでびっくりマークなんだよ。びっくりマークじゃわかんねえから言ってよ、真ん中ダメだよって。めっちゃスピード感あるな、このゲームね。面白いんだけど難しすぎて超もったいないゲーム。もうちょっと簡単だったらね、すげえ面白かったんだけど、めちゃめちゃな難しさなんだよ。難しさっていうかタイムがめっちゃシビア。お、また危ねえ。びっくりやめて、びっくりちょっと汎用性ある。下押しとけばよかったのかな。ゲーセン版あるんだっけ。なんか画面暗い、画面暗い。画面暗いな。何キロ走ってんだお前、邪魔だね。せ、今なんか一般車両壊したら1万点入ったけど。右、右、スピード感すごい。ダメだよ、佐川急便ぶっ壊したら。ターボを使えばいいのかなこれ、ね、ターボどこにあるんだろう。あ、違う、あ、視点変えられる。ああ、怖い。なんかブーストって言ってるけど、言ってるだけでなんかハイパーブーストって言ってるだけのゲームみたいになってるけど、危ない。あ、これがハイパーブーストで押した分だけなのか。いた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 、逃がしちゃダメ。どれどれどれ、見えない見えない。あ、これ、あー、はいはい、この赤と青ね。いけ、ハイパーブースト。うわ、危ない。めっちゃミサイル撃たれたんだけど、早いんだよお前ら。やべ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 、頼む頼む、倒させてくれ。全然横につけらんないんだけど、なんでカーブするの。よしよし、いいよいいよ、悪くないよ。あ、でもあんまり壁にぶつかっても害がない。もうハイパーブースト切れたんですけど、どうやって追いつけばいいんですか。レーザー撃たれそうなんですけど、あぶだめ、もうゲージがないよ。ミサイルは何のために撃ってるんですか。よし、一匹壊したぞ。ハイパーブーストがない。あと10秒。レーザーはやめて。あ、倒した。あれ、放送で初めてクリアしたかも。へえ、意外と面白い。このゲームなんか、面白いんだけどさ、タイムがめっちゃシビアなんだよ、マジで。今だって残り5秒ぐらいじゃん。あざっす。あ、シンディじゃん。ナンシーじゃない。元軍人。あ、メーターはたまらないのか、これ。なんで画面こんな暗いの？垂れてるのに。めっちゃドリフト気持ちいい。決め手はドリフトだ、これ。え？ちょっと待って。FF のバイクって俺やったことないんだよな。あのスノボーと、あとなんかスノボーしかやってこない。ドリフト超気持ちいいんだけど。もうやばいな、びっくりした。元軍人って面白い。メーターあんまり使いたくないよ。
壁にぶつかってもあんまりストレスになんないからさ、飢餓じゃん。どこどうなってんのこれ。悪くないよ、悪くないよ、悪くないよ。近くにいる、お前らじゃないのか。違う、どこに、どこに。お前らどうやら敵らしいの。ビックリマークは何のため。危ない、全部ビックリマークで済ますのやめてくんないか。いろいろな意味があるから。これいたの、犯人いたの。あ、いた。時間めっちゃ伸びた。見えない。まあもうアラートって字が邪魔。ヘリコプターは飛行、ちょっと車でこれに戦うって、ちょっとなんて無茶なミッションなんだ。ちょっと上行っちゃダメでしょ、上行っちゃダメでしょ。なんか撃ってきたし、横からガリガリやりたいんだけど、そういうのは許してくんない。もうちょっとブーストもうないから。どうした、なんだって。ランピチョタリと思ってきた。あぶい。よしよし、いいよ、悪くないよ。よしよ、なんでヘリ降りてきてくれたんだろうねこれ。降りてきたから倒されるじゃんこんなの。なんか一面が一番シビアなんじゃないこれ。大丈夫大丈夫。なんか装備が取れたよ。取れ、何かこれ。あとちょい、あとちょい、いけるかこれ。ブーストか。うーん。ゲーム音がうるせえ。ねえ、なんでヘリなのにこの地面スレスレに。ねえ、挑発に乗ったの。ああこんなにクリアできたらなかなかないよこれ。順調だよ。ドラッカーが街で暴れ車で逃走中ね。いや楽しいよこれ。ただやっぱちょっとタイムがシビアなので、それが難点。なんか画面がむしろ明るくなった。上には他の警察のヘリがいる説。なんでこいつらうねうねしてんの。他のレースゲーマー。この声優さん好きだわ。あー楽しい、ドリフトが楽しい。決めてはドリフトだったわ、こっちだったわ。さっきのゲームのせいなのか、おかげなの。何を気をつければいいんだか分かんないけど、邪魔なんだよ指示が。これなんこれ。なんか字が出てるけど読んでられない。これプレステ1ダウンロード版とかないのかなこれ。プレス、画面が暗くて見えねえ、何も見えねえ。何も見えねえ。敵がいなかったらアウトだったと思う。アーケードライク、あ、なんかビックリマーク出たけど、何画面が、なんで他の一般車両みたいなのがいるんだよ、これ。線路じゃないか、ここ。いやでも本当になんかこれあれだわ、なんかライトか、危ない。ライト感覚に楽しめるアーケードライクだ。時間がないわ、急いで。そう、敵ボスまでたどり着くと時間が追加される。そうです、そういうゲームです。チェイス HQ は敵いるんでしょ。どここいつ倒すとくれんのかな。時間ダメだった、行っちゃった。なんでタイム追加されたんだろう。あとこのびっくりは何、危ない。お前ら倒すと時間くれるのかな。あ、そういうゲームじゃねえ。ここか、ここで時間くれるのか。あ、ここだ。アーカイブあるらしいです。びっくりって、びっくりってなんだよこのびっくり。あー危ない。うん、チェックポイントあったね上にね。そろそろボスかな。あのメーター、左のメーターが全部いったらってことはもうちょいだぞ。どこ？ミサイルで武装は最初からだろ。で、これがじゃあ自我じゃん。もう明るいから見えるけど。いけ！あたっ、あちゃくちゃ。チェイス HQ のようにはいかねえな。側面ガリガリよ。あ、でも意外といけるかも。意外といいよ、この距離感。でもあんま減ってないよ。もうメーターないよ。メーター管理超むずい。いい！ミサイルデフォだよね。今んとこミサイル持ってないやついなかったね。あ、ちょ、触れない、
触ることすら、あと13秒は無理じゃねえ、これもう無理だ、ここで無理かな、いけー、ラストブーストなくなった、お前ミサイルしたいから前に出たろ今、もう無理、これどうなる、時間が切れたらないと結構絶望的なんだよ、え、時間が切れ、終わった、で嘘、あった、はい、で、コンティニューはショッペイ、あ、わかった、コンティニュー、ほら、わかった、あのね、コンティニューすればご利用しでクリアできるゲームじゃないんだよ、もう一面、もう一回最初からやり直しです、だからね、シビアなんですよね、これはたまに探してる人がいるゲーム、まあね、意外とライトに楽しめるじゃない、だけどシビアなんだよね、もうだから一回ダメだとなんかダメなんじゃねえって思っちゃう、あのゲージを回復するアイテムとかもないし、うん、ぜひレイトレーサーでした、うん、これは意外と俺も好きなんだけど、だから一面からね、下手すると一面クリアできない人いると思う、結構シビア次、これも探し枠で誰か探していたので、誰が探していたか調べようか